フランネルフラワーフランネルフラワーとは、セリカアクチノータス属の常緑多年層である。別名、アクチノタスとも呼ばれる。オーストラリア原産の植物。オーストラリアの山岳地帯の森林や、沿岸部の砂地、海岸などの砂質土壌のところに自生している。以前は、輸入切り花の実が流通していたが、2009年に、岐阜県農業技術センターが、品種改良をし、 フェアリーホワイトという種類のフランネルフラワーが蜂花として流通したことで蜂花の流通が増えた。草丈は30から100センチメートル。花や葉、茎には細かい毛が密生している。花の色は白もしくはクリーム色、服色。4月から6月と9月から11月頃に花を咲かせ、開花期が長い。根はとても繊細で傷がつくと枯れることがある。 葉の色はシルバーグリーン。栄養が足りなくなると白くなることがある。水不足もしくは葉が古くなると茶色くなる。茶色い葉を残しておくと株が弱くなる。発芽温度は摂氏15度から摂氏18度。4から5月と9から10月頃が植え付けに適している。種まきは5月頃が適している。水はけの良い酸性の土を好む。比較的肥料を好み。 肥料が足りなくなってくると花も、だんだんと小さくなる。しかし、一度に高濃度の肥料を与えると、肥料焼けを起こし、痛むことがある。日当たりの良い場所を好み、直射日光の当たる場所に置かないと、間延びして、花が咲かないことがある。乾燥に比較的強く、乾燥気味の環境を好むが、極端な乾燥には弱い。体感性が弱く、霜に当たると枯れ,れる。 対処性もやや弱く、高温多湿に弱い。湿度に弱く、夏場は、寝腐れしやすくなる。湿度の高い日本の梅雨を嫌う。種まきで増やせるが、増やした苗は、無断譲渡や販売が禁じられている。ABCDEFGHIJK、フランネルフラワーとは育て片付かんみんなの趣味の、園芸 NHK 出版。みんなの趣味の園芸。 2020年11月25日閲覧。ABCDEFGHIJKL フランネルフラワーの育て方。ラブグリーン2020年11月25日閲覧。ABCDEFGHIJKL フランネルフラワーとはその特徴や育て方を解説。寄せ植えでの相性は暮らしの。2020年11月29日閲覧。 ab, フランネルフラワーエンジェルスター色先生協、ジャンクスイートガーデンテフテフ2020年11月29日閲覧。フランネルフラワーエンジェルスター3.55ポット草花の苗園芸ネット本店通販 engei.net, w w w e n g e i n e t 2020年11月29日閲覧。造形的で、 アートの花、フランネルフラワー、オージーガーデニングのすすめ。ガーデンストリー、2020年11月29日、閲覧。ABC、フランネルフラワー、花と観葉植物、2020年11月29日、閲覧。ABC、フランネルフラワーの育て方、種まき時期や切り戻し方法は地植えでも育つ四つ葉のクローバー、グリーンスナップ。 グリーンスナップ、2020年11月25日、閲覧。AB、フランネルフラワーの育て方ガーデニングの図鑑。shiny-garden.com。2020年11月25日、閲覧。ABCD、フランネルフラワーの育て方から、みんなの趣味の園芸 NHK 出版。みんなの趣味の園芸。 2020年11月29日閲覧。育ってよう。フランネルフラワー季節を感じる花暮らし。www.ehills.co.jp。2020年11月29日閲覧。abcde 長生きフランネルフラワーリセの庭。2020年11月29日閲覧。abcdefghi. フランネルフラワーのまとめ。寄せ植えや花言葉など15個のポイント。植物の育て方や豆知識をお伝えするサイト。2020年11月29日閲覧。フランネルフラワーの管理 Q&A。2020年11月29日閲覧。AB。フランネルフラワー。ルネッサンス。2020年11月29日閲覧。AB。 フランネルフラワーの育て方花のプロである生産者が教えます WFS ワールドフラワーサービス2020年11月25日閲覧ありがとうございます